切り取った茎から伸びた不定根差しのための切り取り霊差しは植物の人為的繁殖方法の一つ。クローオン技術の元祖とも言える。母株の茎の一部を切り取り差し床に刺し目と不定根の形成を期待することで個体数を増やす園芸内し農業技術である。これは種子を形成しないか種子繁殖が経済的。 栽培技術的理由などにより適さない植物を繁殖させるための方法の一つとして用いられる。刺し子に利用する部位によりいくつもの種類に分けられる。また、双本植物の場合は刺し目と呼ぶこともある。園芸植物や食用作物として栽培される植物の多くは、その有用な形質は種子繁殖によっては伝え難たいため、栄養繁殖によって クローンを作成することが望ましい。また種子からの繁殖では、干渉や実用に適する大きさにまで育つのにより、長い時間を必要とするものも多い。そうした時に、挿し木の技法は栄養繁殖の手段として有用性が高い。挿し方には、普通、葉が一枚以上ついていないといけない。これは、葉の基部から芽が出ることが多いからである。 ただし枝についた葉は半分くらいで切り取っておく。これは、刺し穂には当初は根がないので水分の吸収が悪いことから、蒸散を抑えてやる必要があるためである。枝からの芽の伸長は体細胞分裂で生じるものだから、遺伝的な多様性は生じず、お焼きと同じ性質のものが生じる。ただし、不入りなど体細胞のキメラに基づく形質は変化することもある。 例えば、チトセランの福林園芸種は、ハサシでよく増えるが、出てきたものは必ずブチがなくなる。茎以外の葉、根などを刺し方に使うことが可能な場合もある。葉を使う場合はハサシという。葉や根には、茎と違って、もともとは、芽がないから、新たに不定芽ができるのかどうかは種類による。ハサシの場合も葉の基部までが必要な例もあれば、葉の半分でも発芽する植物もある。 挿し木によって繁殖させる植物の中で観賞用に栽培されるものの代表的なものとして、サツキやドラセナなどが食用の植物においては、サツマイモやパイナップル、バナナなどが挙げられる。荒廃した斜面を復旧する地産の土留め工事では、土留めの杭などに挿し木による更新が可能な柳や偽アカシアが使われることがある。これは土留めにより、 土砂の流出を防ぐとともに挿し木による効果により、早期力化を狙うものである。植物成長促進剤を、挿し穂の切り口に塗布することにより、挿し木繁殖を容易にする。これらの薬剤は単に発根を促進する効果のほかに、挿し穂の切り口に膜を張り保護し腐りにくくするなどの効果もあり、特に挿し木の難易度が高い植物では相応の効果が期待できる。管挿しの場合、 上部も切り取られている差し方を使うが、この場合は、上部の切断面にトップジン M などの薬剤を使用することで、切断面からの水分の蒸散や切り口の腐敗などを抑える効果を得られる。差し方の下部は水平ではなく、斜めにカットするか、V 字型にカットする方が良いとされている。これは、差し方の切断面の断面積が大きくなるからである。根がない差し方は、 切り花のように茎の切断面から水分などを吸い上げることになるが断面積が大きくなることでより効率よく用土から水分を吸い上げることができ、挿し木の成功率を高める効果を得られる。挿し木に使用する用土は一般には肥料分を含まない用土を使用する。肥料分を含む用土を使用すると養分を補給できてしまうので今のままで問題ないと植物が反応してしまい。 結果発根の妨げになるとされている。ただし発根後は相応の肥料分を与えてやる、必要がある。一般に刺し木は相本ではたやすく、木本では難しいとされる。しかし木本であってもたやすく発根する植物もあり、竹や笹のように区分は相本であっても地上部を切り取ったものを挿しても発根せずに枯れるものもある。 また、花滑り比喩などのように同じ種の中でも品種により、挿し木の難易度が大きく変わるものもある。挿し木の難易度は主に発根までに要する日数の差によるところが大きい。発根に多くの日数を要するものの場合、長期にわたり根がない状態の枝を枯らさずに水を適度に与え続け維持し、一方では挿し方を腐らせたりしないよう雑菌の 繁殖を防ぐなどの対策が必要になってくる。桜や桃、もみじ類などの挿し木が難しいとされているものの、場合発根に1ヶ月以上もかかることもあるため、その間挿しをしなせないように維持し続けなくてはならない。また切り取った枝の状態だと腐りやすいタイプの植物も挿し木の難易度は高くなる。大脂セダム類、チェリー,セージキ菊類、 などは数日から10日ほどで発根してしまうので、成功率も高く、挿し木による大量生産さえ可能となってくる。特にセダム類は、ちぎれた葉一枚を刺さずに、地面の上に転がしておくだけでも発根するような高い栄養繁殖力を持っている種が多くある。猫柳、チェリー生地類、ノーゼンカズラ、ベロペロネなど、ありがとうございます。